ございます。お願いします。何ですか親方。親方言うの雰囲気せえよな。いや、そうっすね。ありがたい置物みたいな。奥に座られたってもうしゃあないこれだからな。あぐらかから中に下に突っ込まれんねんから。親方っていや、雰囲気そうやで、知らん人みたいな。ちょっと腕も組んではったし、うん、俺ちょっとそれで思い出した。俺の知り合いでな、はい、ずっと相撲部の顧問とかやってはった人がいてはった。学生相撲まあ、監督とかやってはった人がおって、知り合いでな。で、亡くなりはって。で、その方はもともと片女耳屋とすごい仲良くなったから、前の、片女耳屋、今、春日が、元、玉春日かな、が親方やってはるけど、その前の、親方からずっとしてはって、で、亡くなりはって、で、この時期やから、もうあんまり、葬式とかあげへんようにしてはってけど、その人はもう、顔の広しやから、もう葬式あげはって、ほんなら、一般、の人に親族にこっち別に相撲関係の人で、俺はその人は完全に普通にお知り合いお友達ということで、まあ、年上の人やからで、お世話になった人で言ってんだけど、まあ、お葬式やから世話になった人から行かなあかんやで、俺ともう一人俺の同級生と同じぐらいの体の大きいやつと二人で行って、なら何も言わんと相撲関係者の方に案内されて、わしゃ一般やねん。まあまあよろしいわしゃ一般や。ひょっとしたらモンゴル相撲やかもわかりません。今のすごい技の使い手やこの感じが雰囲気がね、雰囲気がもう、はい、ウランバートルの人ほんまにモンゴルやけど首都やねんから。あの時も思ったら、うわもうそんなに思われて、やっぱり思われんのかな。いやさ、体格見たら、俺カイシ君も体格なんかやってたでしょ、スポーツ。僕はい、ムエタイやってました。ムエタイやった。そうそう、格闘系なん。そうです。ムエタイか。いや俺初めて、いやだから、あれ俺今この時点でモンゴル相撲からなんかそうかなと思ったけどな。小兵の人間ちゃうんですか。いやそういう方かな思った。僕予測としてアメフトかなと思ってたけど、いや俺それムエタイ、俺はラグビーかなとか思ってんけどな。ムエタイとどっちかってタイのやつ。そうそうそう、いやもどっちかってもうちょっとスリムな人が蹴ってやるんですよ。言うたらもう肘もありやからやな。そうなんです、ちょっとやってたんですけど、今ちょっとモエタイってやっぱこう、お初め踊んの。あ、そうそう、ワイクルーってやって、はい、できんの。これあ、そうなんや。あれはチャカシャがね、そう、神様への、神様への、そうです、神前の意識。そうそうそう、やって、はい、こう、昔のところ見てて、こんな、何やってたんやろな。白鳥みたいな足ピョンピョンしながらやってました。いや、俺ね、ここに来てる黒江ちゃんは日本憲法とかね。あ、はいはい。で、なんか分かるよ、日本憲法やからとか。ムエタイってどういう経緯でやろうの。そうやな、いや普通ボクシングしましょう。いや普通それやったらキックボクシングの方に行くとか、じゃなしにムエタイの方に。一発目からムエタイ。いや最初はキックボクシング。あ、やっぱキックボクシング。だいぶ前に山本キッドと、で、マサト君が試合を見て、あ、そうだよ、はい、もうすぐにもう、あ、これやと、はい、ムエタイって武田さんとか、こう、はい、武田光三さんは、はい、もう一回新日本で練習一緒に。ああそうなの、はい、すごい、いや、ムエタイは意外やったな。いや、ほんまですか。いや、だってキックボクシングよりもっと激しいじゃん、言うたらな。そう、それこそ肘もありやから。え、あれ、よくあれやん、どんなのが反則なの。反則は基本的に、目つぶしとかはできないので、はいはい、まあ、グローブはめてるので、うん、投げたりもするやん、なんで。投げは大丈夫、うん、大丈夫、はい、肘も大丈夫、肘も大丈夫、蹴りもいける、蹴りも大丈夫、当たり前。そうそう、まあまあ、蹴りのスポーツ、膝も大丈夫。どっちかというと、蹴りの方が、ヘッドバットはダメです。頭はダメ、はい。だからちょっと劣勢になってても、こう肘とかでここ切ってしまうと、うん、そうそう、ドクターストップでもうすぐ終わります。だから日本でやるとき、キックボクシングの選手やるときはもう肘がなしなしの時多いもん。K-1 のルールは基本的にも肘とこの組み合わせなしです、ね。なしやもんな。はい、普通首相撲やっても、何でも膝を当てねえな、バン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 。でもね、首相撲って何なんですか。いや、首こってもって、こうってやるやん。ほんまに親方みたいなじゃあ、僕ら子供の頃、指相撲とか遠足とかやって首と首こと抱えてグッと、そう、ほんまにその首相撲って言うんですよ。はぁ、専門用語なんですね。首相撲、手相持ちながらこう、腹に膝入れたりするやん。そうです。はぁはぁはぁ、ムエタイ、ムエタイ、ほな、あれちゃう、ほな、普段ちょっと街歩いててなんか変なのが、おいとか来てもまあ、相手にせんとは思うんやけど、まあ、怖ないなっていう。あんまり絡まれたこともないですね。あんまり変わったら思う方がちょっと絡めへんやろ、顔的にやっぱり。あ、そうか。なんかない、過去になんか変なにおい、あーめーなーとか、漫才やってる時に、あーとか。あ、それもあんまないですね。ない。はい。
靴とんがってるなってツイッターで一回書かれたことある。いやいやいや、ブッチャーの表記してる。いや違う違う違う、先こうなってる。あんな曲がっとるやろ。ブッチャーの先曲がっとる。あれ曲がり弱い時なんかあのなんかストーブでにょとめてこうやって曲げたらしい。マジで本人があれこにゃってなって踊れちゃうの。あれ先ちょかたいんや。あれいやそう、硬いとか皮やから。あっとも伸ばした。そう、本人が可愛いからな、あれ。うん、ったんだよ。いや、さからちょっとそういう裏話聞いたらね、はい、なんか凄さもあったりね、はい、アンドレザジャイアントの靴の中に子猫が昼寝してたとか。いや、これは山本小鉄さんがおっしゃってたから、うん、アンドレの靴いっぱい日本橋に売ってましたよ。あ、そうなんや。え、本人さんが履いてるやつ多分、そう、はい、あれ、めちゃくちゃでかい。片方だけ。はい、俺でも一回な、うん、京都の祇園あるやんか。祇園で、はいはい、広島の方の先生、医者の先生とちょっと知り合いになって、はい、祇園の方で飲もうっていう話になって、 お茶屋さんって舞妓さんとかが、はいはいはい、そこで用意して飲みに出たりする、うん、でそこで集合所に行った時にガラッと入って横に、下駄箱があって、ふって見たらリーボックがあってんけど、はい、こんなリボックが縦に入れんが横にバーンバーンってなって、はい、なんじゃこれと思って見たらジャンボ鶴太であって、うわうわジャンボ鶴太や。俺の中ではもうプロレスラーではジャンボ鶴太が一番強いと思ってる。ああ、まあ日本人レスラーだったら僕最強。いや、よくプロレスファンの人に聞いたら最強説は鶴太さんや。俺はジャンボ鶴太、もうそれで鶴太さん、うん、ジャンボ鶴太やと思って鶴太さんに聞いてあって、それでほんま靴入れんが横にリボックが並んで、それでびっくりしたもん。なんじゃこの靴。やっぱりスケールが違う。優しい人やった、あの人。亡くなる前に言われたら言ってんの。いや、それは死んでから会わねえでしょ。ちゃんと痛こやあれへんよ。一回、もうだから招待しますって、はい、大阪で全日本の時やったのが、はい、もう一番前に座らせてくれやって、うわ、すげえ、こんなとこで見れる。羨ましい。ジャンボ鶴田、その時ジャンボ鶴田と、タイガーマスクで佐山聡と、はいはい、で、中西清雄ピッチャーで3人見てあって、で俺らは言うたら新やかしで言ってただけだから、はい、それだけで俺らその先生とかそれより来てる人に上がってまうから好きな人やったから。あ、そうっすね。でもそんなん無敵の道場なんか関西であんの？ありますよ。あ、そうなんや、はい、キックボクシングじゃない？キックボクシングの、ジムもあります。無敵のジムもあります。無敵もあんねや。今も行ってるわけ。やってます。へえ。はい、あ、ほらやっぱり師匠にハマるんじゃん。結構そういうの体力とか。そうですね、はい、漫才は筋肉だって言ってますから。でも金髪ずっとそのままやってはんな。もう今ね、黒に戻せないんです。いや、僕は今の方がいい。俺もええと思う。思います。あれ、はい、ブルーナイトなんかでやったよ。そうなんです。そうなんですけど、うん、金髪にしたことで仕事に影響があって、うん、NHK のドラマとか全く呼ばれなくなったらしいんで。あ、そうか、そういう一回やっぱ黒にやっぱ染めないといけないので。あ、でも言うてあったけど金にやった方が、言うたらまあ薄なってきてあったやんか。それが目立てへんって言うてやったやん。そう、だから逆にも黒に戻したら、うん、結構ないので多分スケスケになってもらえる。だから戻されへんと言ってました。いや、僕はすごい師匠にやってますとお伝えください。わかりました、すぐにお伝えします。